どうも高井です。9割の人が気づいていない本物の話術の才能の見分け方、内容はこの本に載っているものですが、以前私が投稿したコンテンツ、9割の人が見分け方を知らない影響力を出すシンプルな話術の基礎、そちらの動画で話術の基礎について話していますが、私はその動画を内向型の口下手な人向けに話しています。それはなぜなのか。一般的に外向型の人はすごい流暢に喋っていて話がうまいイメージがありますけど、この本によると生後4ヶ月の赤ちゃんで周りの音、光、振動、それらに敏感に反応した赤ちゃんは内向型になり、鈍感な赤ちゃんは外向型になるっていう研究のデータがあります。ここにね。では実際鈍感だとどうなのかっていうと、ガンガン物事に挑戦するし、失敗してもくじけない、すごい陽気だしね。そういう赤ちゃんは失敗を恐れないからガンガン挑戦するんだけど、空気が読めない、これは致命的だって話です。逆に内向型の赤ちゃんというのは相手をよく観察して、で次はどうするかっていうことを考えて決める、 IQ も高いよって話なんだけど、故に内向型の赤ちゃんの方が実は話術のセンスがある。これはすごいことなんだよ。だけどみんな外向型の人の方が経験値が高い分、話は流暢に見えている分、俺に才能なんてって思っちゃってるからこそ、この動画を見て内向型の人っていうのは、じゃあ俺はどうしたらいいんだって思うんだろうから、ぜひとも私の投稿したコンテンツ、9割の人が見え方を知らない影響力を出すシンプルな話術の基礎、そちらから視聴してみてください。私のチャンネルをフォローすれば見やすくなるので、フォローしてみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。